ねえねえ見て見てこの靴バイエヌのマーカーシューズを履くとついみんなに話したくなりますマーカーシューズのマーカーとは油性マジックのことこの革靴のチェックやグラデーションはすべて油性マジックで書かれていますえ油性マジックと最初は耳を疑いますが実際手に取ってみるとその水彩画のような不思議なタッチにへえこれが油性マジックで と驚きに変わりこの靴を履いた途端ねえねえ見て見てこの靴<ん>油性マジックで書いてあるのよえ自分でそんんななわけないじゃんとみんなに話したくなるのです暮らしに小さな驚きを佐藤大毅率いるデザインオフィス粘土が西部・そごうともに生み出したプライベートブランドバイエヌのマーカーシューズ詳しくは「バイエヌ」で検索 JWAVE 西大輝です,クリ,スです西クリエイディオ今日は、えー、大輝さんの旅の相棒ということでそうなんですよ、えー、なかなかたくさんの相棒が <laughs>、えー、もうスタジオのテーブルの上にいるんですけれども <laughs>、はいはい、どんと置いてあるんですけど、はい、実は僕はですね、はい、あのインテリア雑誌デザイン誌っていうんですかね、はい のフェチでして。そうですね。でもこれは海外に行くと買いたくなってしまう。うあ、わかりますか。うもうこれ海外出張行くたんびにですね。はい、その行く国行く国の。あのインテリア雑誌をですね。大量に買って。常に読みながら移動すると。 そんなななにっ普段長く出張行っってららしゃゃいいじゃないですかで大体そうですね一泊とか二泊とかそんなひどい時はその空港から出ないみたいな時もあって空港の乗り継ぎの間に打ち合わせを一軒にやってなんでクライアントには安いチケットを買ってきてもらって入ってきてラウンジで打ち合わせしてそのままチケット捨てて帰るみたいなそうなんですよね、えー、そんなこともあるぐらい。 ええ、五回か六回行ってるんですけど、市内に行ったこと一回あるかないかぐらいですね。空港、はい、で、バルセロナ市のことは何もわかんないんですけど、空港内のことはめちゃくちゃ詳しいです。<laughs> あそこにスタバがあって、ここにトイレがあって、ここはラウンジがあって、すごい詳しいです。<laughs> なるべくでも雑誌は空港でも売ってますしね。そうなんですよ。これでもそう、これはいつか今年買ったものですか？これはですね、そうなんです。うん、あとついこの間ですけれど、えうんえー、パリイ。 パクミラの三泊コペンハーゲン一泊二泊そんな感じだったその時のですか？その時のなんですけど、これ今何冊ぐらいありますか？今二十冊ぐらいありますかね。あとそうそうもうどんどん手に取っていただいて。インテリアさ、でも本当に重いですね。上の二冊はスペインのですね。アパルアパルタメント。タイトルだけ読めるんですけど。これ最高なんですよ。あの本当にデザイン好きとかももう。 そうなんです紙の匂いとか,かい、ね、ページの感じが最高なんですけど、はい、ちょっとこの荒い感じの髪質であこれちょっとあああのサイズもいわゆる雑誌のサイズよりは少し小さめそうです英語よりちょっと大きいかなぐらいの感じなんですけどこれはいろんな人のアパートの中の写真そのまま スナップ取って普通の方も有名な方も結構めちゃくちゃなんですけど特にスタイリングをせずにそのまんまの様子をこう撮っていくみたいなところがでもおしゃれだなおしゃれなんですよ、ね、何ですかこの階段とかねこうあの帽子かけとか椅子とか下手が写真のこう扱われ方がおしゃれだからそう見えるんですけどおっしゃって写真自体は撮られてるところは普通のそうなんですそうなんです いい知り合いのあの住まいにご招待されてちょっと行った時に、うん、あなんかおしゃれだなとかってその感覚をすごい楽しめるっていう。じゃ何気なく写ってるものとかにこうさんあこれいいなっていうものがあるんですか。そうなんですそうなんです。ですですへえこれ結構じゃじいつも行かれると買うんですか。アパートメントは結構好きですね。うそうなんですよ。見たことないな確かに。クバトラあそうですよね。広告とかもやっぱりその国のものがこう。 出ていて面白いんですよね。あとこの辺はイギリスですね。イギリスエル。そうなんですね。エルデコもやっぱり国によってちょっと違う。エルデコだけで今それイギリスですよね。ちょうどこう十二月号と一月号がどっちも出てて二月とも買っちゃった。これフランス版エルデコですよね。でこれは。スウェーデンですね。そうなんですよ。コペンハーゲンの空港行くとエルデコがスウェーデンとフィンランドと。 あともう一個どこだったかなデンマーク版かなの3種類があるんですよ僕スウェーデン好きでちょっとスウェーデン好きで同じ北欧でもいや全然違うんですよ内容が違うんです同じ作品でも扱い方が全然違ってるところが面白くてそれでも比べられるのはあと「エルデコイタリア」これあれですね総本山っていう感じですねすごく嬉しいけどこれたくさんありすぎてどうなのでエルデコをまず読み比べるっていうのは一つの楽しみ方でドイツにもあるしスペインにもあるしみたいな感じででエルデコちょっと 一通りさらっといくと次スープみたいな感じでこの AD <laughs> アーキテクチャルダイジェストっていってこれは今スペイン版なんですけどこれのフランス版イタリア版ドイツ語版もあってもうちょっとデコレーションよりというか猫足のがこう出てたりとかそれこそえとジョナサン・アドラさんとかそういったちょっとこうデコラティブだったりラクジュアリーなデザインがすごく得意でそうなんですよでそういったものが多く紹介されてる雑誌ですね。エルデコレーションは、まあ ま、国によっても名前が違うんですよ。エルデコだったりエルデコールだったり、エルデコレーションだったりするんですけど、やっぱりこれもプロダクトだけじゃなくて、こういうスタイリングされてる写真だったりとかそういうのを見て、<い>奥さんはどうする？はい、なんかその気になったところをこう。 これ以前もちょっとオンエアでお話したんですよ。うこういうの見てるだけでその国に来たっていう感じがするんですよ。人によってその食べ物だったり、空港出てないけど、そうなんですよ。この北欧のエルエルデコレーションを見ると、ああ北欧だないいな。<laughs> 北欧に戻ってきたなっていう感じがするんです。するんですよね。す,うん、すみません僕ちょっといつも以上にちょっとテンション上がっちゃって、いや、ね、雑誌ほら日本で海外の買ってもそういう気持ちになるから、きっと自分で買ってくるとね。 そうなんですよね<ー>。やっぱり雑誌はですね、イタリアが多いですね。このインテルに浴びたあれ。見たことない、じゃあ、ちょっとイタリアものは曲などに。そうしましょうか。ゆっくり開いていきましょうか。うししうかはい。ええー、西武そごクリエイディオ曲おでつさん。西武エブ、ソゴクリエイディオ。引き続き、大木さんが海外出張の時に。たくさん公開になるという。 いやーもう幸せな気分ですよね。いう幸せですよね。海外の本屋の匂いになってきますよね。<laughs> <んて S 2> このこのインクの匂いが。<う>大好き。いいこういうの見てるとあの例えば、はい、あの私もインテリア好きでこういうの買うんですけどこそあこの組み合わせいいなとかこの感じちょっと探したいなとかはい、はい、あとどこどこのだろうこれとかものすごくそのこう突き詰めて、はい、あの。 書くこともあるし大木さんはどんなふうにこういうインテリア雑誌見てると自分はですねこうパラパラパラっと見てると何かこう目が止まる瞬間があるんですよこの写真が何か気になるなってなってでなんでだろうなっていうふうにぼんやり考えてるのが楽しいんですよねなのでひどい時はもう例えばこの今イタリアの雑誌で言うとグラツヤカーサこれはまさに日本で言うところのカーサブルタスみたいな感じの距離感の あの雑誌なんですけどこれとか表紙だけでもずっともうワンフライトですね。一時間半ぐらいのずっとこう表紙見てるだけでも、はーみたいな感じでまずは楽しめるみたいな感じ。ダメですか。ダメですか。いやいいです。表紙だけでももう。表紙だけでご飯三杯いける。あでもこの表紙面白い。カースのディセンブルだけど、これプレートかな。まあもうマッサな壁にスツールスツールなんですけどスツールに見えないですよね。そうですね。 建築のこう写真なのか絵が描いてあって上にはそのシェル貝殻をあしらった大きな鏡があって周りにいっぱいこうイヤープレートじゃなくて顔のフェイスプレートみたいなのがたくさんあってうそうなんですよねなのでそのデコラティブなんだけど、えー、実はプロダクトの要素はすごいシンプルだったりしていてなるほどなこういうグラフィックを上手に使うと。 シンプルなものでもこれだけラグジュアリーな感じになるんだなとかって感心したりするとか、うん、ちょっと気持ち上がりますすねそうなんですあとイタリアでは最近のおすすめこれですまだ出て12号なんですけどこれはコリエル・デラ・セラっていう新聞社ですね、うん、あの一番有名な新聞社なんですけど、はい、そこが出している「リビング」っていう雑誌でして、えーえー、これ何がいいって,ってもういがいいんです、うん、これは。 <laughs> 紙とインクのの、紙数新聞とまでは言わないですけど。少しザラつきのある。そうなんですよね。のそのざらっとした感じがすごい。好きで、うん、今日本の雑誌でないぐらいの薄い。そうなんあ、熊さんだ。そう熊健吾さん,そうん。そういう感じで、お、みたいな感じが。<ー>やっぱり今あのクリスマス。 はい。ゴーみたいな感じでクリスマスのデコレーションとか多めに出てたりはしますよね。うねうんうん、いいなソファーとかねこう色使いとか<う>あのタイルとかそうなんです、ね。ドアとかあとこのレイアウトとか面白いんですよね。ね国ごとによってその写真と文字の組み方が違っていて同じ作品でも全然違う印象になるな。うん、そうなんですよね。もうあのまあ文字もそんなに読めな読まなくてもいいですもんね。ほとんどわからないの多いですね。うん、僕フランス語も読めないしイタリア語も読めない、えー。英語なのでイギリスの雑誌が 何もわからないんですけど、うん、読んでるうちにだんだんわかるようになってくるっていう、うん、<laughs> <laughs> 覚醒してくるみたいな,うなうん多分専門用語とかはだいたい同じようなもので寸法の話だなとか素材の話なんだろうなとか。はいうん あ,あデザイナーの紹介してるなってなんとなくわかるようになってくるんですよね、えー、これでもの最近出張に行かれるときにあの世界のジャケ買いで CD 買ってきていただくじゃないですかはい、はい、雑誌も買ってるんですね雑誌も間違いなく買ってます、ね、今ほらもう PC 一つで仕事をするようなタブレットの時代に、はい、確かにかなり時代遅れですねでも雑誌の良さってやっぱりあるじゃないですかい<や>、ね、絶対それあると思いますよ、うん、でこれも本当にまだ一部でその定期購読してる、はい ペーパーパとかフランスのアントレミューロスとかそういうのは全部定期購読しているので定期購読してないものだけこう買い集めてきてでやっぱり読み終わると空港でもさすがに重くなってしまうと処分してしまってごいねこれまでだとね飛行機乗せてもらえないこともありそう,だ <laughs> そそうなぐらい重たいょっと はい、えとこれかなりマニアックなんですけどブルガリアかな。ブルガリアでブルガリアにもデザイン誌が3誌あってよく特集とか取り上げていただいてたりするんですけど、うんえー、これ以前のどなたかリスナーの方で粘土の名前って、はいえー、N と O にエンドが挟まれているから。はい ノー,ノーエンドだと終わりなきみたいなことなんじゃないかっていうふうにただきましたよね。それがなんとこのブルガリアの雑誌ですね年度特集が何ページえっ、ー、と十ページぐらい組んでいただいてるんですよ。それがですねいや、はい、あうわ年度のそうなんですよそのネーミングがあのちょっと矢印で O と N の間に入れるよっていうふうに書いてあってノー,ノーエンドって書いてあるびっくりしちゃったんですよ。 <laughs> まさにあのリスナーの方からいただいていたものが<ー>特集のタイトルになってて、ね、年度 <laughs> ノーエンド,ーエンドわあすごいもうこれ見た時きには鳥肌が飛びましたね,ねいやーねかっこいいこんな雑誌にこんな特集されててかっこいいですね いやでもあとはこの辺北欧の雑誌今四冊ぐらい持ってきたんです、えー、<laughs> <の>見てもう本当にクリさん見てマイクぶつかっ,ったしもうなんか興奮してあの雑誌見ながら喋るってなかなか難しい行動だ <laughs> 確かに、うん、<え>北欧もう本当に北欧に来たって感じしますから <laughs> 絶対、えー、北欧のカスカンジナビアそうなんですよあーでもわかりますねわかりますか,かちょっとあの家具もシュッとしてるし写真の 家具のられ方もい色この影の感じも柔らかいですしちょっと柔らかいポートレート撮るような感じでそうなんですよねやっぱり自然光が入ってきてる感じってすごい北欧っぽくないですか北欧の建築って窓が大きくてのやっぱりをまさにまさにそういう感じなんですよねちょっと毛が上がったり暖炉があったりとか楽しい なんか印刷持って帰りたいぐらい。分かってもらいました。もういや持って帰ってくださいぜひ。これは、はい、そうなんであでも年度佐藤貴さんはこういうものからいやなんとなくこうインスピレーションを受けてることあるんでしょうね。いやーもうこれ、ね、本当にデザインマニアというか、えー、大好きですね。うん、そうかこういうことをして移動してらっしたんですね。 そうですね、はい、これで出張の楽しみということで。で <laughs> たくさん持ってきていただいてありがとうございます。今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。ますええー、セイムソゴクグリーンエディオこの時間は、世界のデザイン雑誌、インテリア雑誌を。佐藤大さんにお持ちいただいて、お話伺いました。<laughs> 失礼しました。ペラペラめぐってましたけど。<laughs> はい、そして、ここで一曲お届けいたします。<laughs> アンニュースか。ねぶけんりさん。